年だこら祝え。急に何言い出すの。一周年って何のこと。僕らが一周年なんだよこら。何そのオラオラ口調。でも今年の4月にも1周年記念動画出してなかった。それは最初のあるある動画が出されて1周年、最初の数ヶ月はイラストを自分で描いてなかったの。つまりアトマコがイラストを描き始めて1周年記念なのだ。なるほど。だから今日はあるある動画馴染みのキャラクターたちが初登場した時のイラストと最近の動画のイラストを比較していくぞ。ちなみに最初にイラストが描かれた動画は2020年8月14日のあるある生徒に嫌われがちな先生15選という動画です。1周年が遅い。すいません忘れてました。じゃあまずは誠から言ってみましょう。初登場と最近のイラスト同時にドン。いや最近のイラストおかしいでしょ。作画崩壊してんじゃん。普通のと比較してよ。仕方ないな。はい。おお変わってる。全然違う。初登場から数話後にはこうからのこうからのこんな感じですね。画像のチョイスに悪意しか感じない。変なのばっかり。主人公なのに扱いひどくない。そんじゃあ次は僕行ってみましょう。初登場と最近のイラスト同時にドン。いや誰。全然違うんですけど。そう特に決定的な違いは制服のボタンがたくさんあること。そこ確かにたくさんだけども。ここからこうなってこうからのこんな感じですね。最後だけなんかおかしかったけどいい感じの成長っぷり。続いてはおそらく最も変化のある人さくらちゃん。さくらちゃん待ってました。ではまず初登場から。はいドン。いやーこれは皆まで言うな。今思ったことは心の中に留めておいて。まあ見ててください。ここからどんどん可愛くなっていきますから。初期が可愛くないみたいな言い方しないで。はいドン。おおドンドン。そして最新のさくらちゃんドン。いや何があった。4枚目と最新の間に何があった。おそらくはトマコの趣味でしょう。では次ケンジ。初登場と最新のもの同時にドン。おおあんまり変化ないかと思ったけど結構あるな。最近ケンジの出番少なくねという質問にはノーコメントでお願いします。なんで。では次我らが残飯処理班かける。初登場が割と最近と思われがちなのですが実は名前や声なしで早い段階で初登場してたのです。それでは貴重なかけるのビフォーアフタードン。全然違う。でもどことなくかけるの面影がある。2回目に登場した時はすでにこんな感じでした。おおかけるだ。では続いて誠のお母さん行ってみましょう。初期と最新の比較です。ドン。どっちも怒ってる。まあ怒ってるというか誠が怒らせてるんですね。余計なこと言わないで。次は誠のお姉ちゃんドン。おお全然違う。あんまり出てこないけど僕には姉がいます。次誠の大好きな山本先生。好きじゃない。むしろドン。初期は優しそう。全然怒らなそう。どんどん行きますね。次はアトリションの担任。なんだかんだ言って登場回数はかなり多い方だね。はいドン。初期は髪が長い。優しさがにじみ出てる。好き。続いてはジンくん。ドン。ほぼ出演はないんだけどね。でも大事な僕の友達。次うちの犬。いやチョイス。ドン。なんか獣感増してない。サイズも心なしか大きくなってるような。いっぱい食べて大きくなりました。次最後です。アトマコ。はいドン。美化しすぎ。自分だけずるい。アトマコ曰くまあ別にいいやんだそうです。何それ役得すぎる。はいいかがだったでしょうか。絵柄は随分と変わりましたが視聴者さんに楽しんでもらうというコンセプトだけは変わらず動画を作っております。なんか誰か乗り移ってない。アトマコ乗り移ってるよね。というわけで今後もよろしくお願いします。視聴者様最高大好き神。露骨にこびるな。はいというわけで終わり。じゃあね。ちょっといつも締めが悪い。今日くらいちゃんと締めて終わろうよ。オッケー終わり。じゃあね。だから私をコンビニエンス連れてって。高級フレンチとかじゃなくてさ、そんなにカッコつけないで。あなたとならどこまでも。